やーやー、こんにちは、イオリンダスです。今日も立花母を憑依してるわ。私普段は北海道の札幌に住んでるんですけど、現在はちょっと用事があって東京に来てます。東京クソ暑いわ、信じらんないわ。でその用事も終わったんで、今は韓国のやつの、あのやつの新大久保のやつにいます。まあでも新大久保に用事はないわ。今回用があるのは、この近くに二郎系ラーメンの店があるらしくて、その店が噂によると結構まずい二郎ラーメンを提供してるらしいんですよね。正直言って二郎初心者の私からすると、二郎の味の違いわかるのかなって思っちゃうんですけど、どうなんですかね。こんなこと言っちゃ怒られるかもだけど、何店舗か二郎ラーメン食べたことあるんですけど、まあ、割とどれもこれもなんか似たり寄ったりじゃない。まあこれは個人の意見なんで流してほしいんですけど、でも今日行く場所のレビューを見る限り相当まずいんだろうなって思っちゃうのよね。結構辛口レビューがあったので読んでいきますね。ちなみにどれもこれも長文で書かれてました。本日は3名オペレーションでした。以下ラーメン好きの個人的主観です。本日はというよりオリジナリティのラーメンです。ルーバーを過ぎてるチャーメンでいきましょう。甘めのセットでかいルーバーを食べたい満点。目の前からの方に間違いと思います。チーバーのこれというよりはこの湯でを想像した方がいいでしょう。今日は決まりだったようで嬉しくなかったですが、えらいくルーバー打順間違いや段取り間違いのメインはルーバーなんでしょう。間違いが多くの4名のルーバーだけ一般の喧嘩のようになってきたので半分残して体験しました。会食で初めて残しました。麺が硬いのね。まあでもこれは味っていうよりもなんかメガネくんのせいね。藤丸の東浦和系ということで知人の付き添いで訪問。本当はいけないに来たかったんですが、知人が藤丸に来てということで、昼からやっているこちらへ。県内にラーメン、メスメグラム、豚かサブラーをニンニクとちょい野菜でいただきました。スタッフは若かったと麺を茹でているベテラン風の方さんにゆっくり待たします。麺を始まると記憶になることがトントンテテ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 。まさかと思いの姿を拝見すると、うわあのことないですか、やってしまった。しかし冒険のとこと違い、とても機嫌よく仕事していました。ラーメンの感想はスープがやや固めで、豚かがあまり感じられなかった。麺が固めの藤丸麺で美味しかったですね。豚が一番しかし、肉厚があり、食べ応えがあるのでした。しかし脂が多く豚かサブラーの力を全然溶けてしまいました。全体的に味は濃くて強いラーメンで、正直に言うところ最高まで感じました。いかに神谷コンテントに仕上がり、その店でちゃんと修行することが大事なんだとも強く思い帰路につきました。まあ別になんか悪い感じはないのに星1なのねこれ。店内が下水のようなドブのような匂いが充満していてとても臭い。冷水器が壊れているのか水もありえないくらいにくて水すら臭かったです。そのような状況でそう感じてしまったのか、野菜も傷んでいるのか茶色くて酸っぱく感じました。親口までから我慢しろと言われたらそれまでですが、とても味集中できるような感じではなく、店の方に届いてほしいと思い投稿させていただきました。他にも頼んでいた豚かサーブラが半分食べ終わったくらいで出てきたり、おしぼりを提供していただいているのはありがたいですが、乾いてカサカサでした。知人に美味しいと聞いて足を運んだのですが、正直がっかりでした。まあ、とりあえずなんかひどいわね。まとめると、まあ、味はなんかちょい微妙ぐらいなのかしらね。店員もなんかおかしくて店内が臭いってことね。行くのやめようかしら。でもこれはおそらくジロリアンたちの口コミだから、私のような初心者の口コミではないと思うのよ。だからそこまでじゃないと思うんで、まあ多分美味しいと思うわ。頑張りましょう。はい、ということでラーメン藤丸です。やっぱ看板黄色なのね。なんで黄色なのかしらね。ググって調べるのめんどくさいので、誰かコメントで教えてください。ということで記念写真撮ります。はい、ピース、スカイピース、深いピース。これは理解した上でもう一度ガンダムを目指すって話だ。それをもの以上のいいものを、はい、入店しました。びっくりしたんですけど、私以外客がいませんでした。本当に人気がないのね。でも一個思ったのは、そもそも立地が良くないのよね。新大久保駅から結構離れてて目立たないところにあるから、人が少ないのもそれが理由なんじゃないかなって思ったわ。あと二郎の店員ってやっぱこだわり強い人多いわね。席がこんな感じになってて、私がこの端の席に座ろうとしたら、食い気味でここにしてくださいって言われて、え？こんなに人いないのになんで？って、ね、ちょっとね、二郎のルールめんどくせえって思っちゃったわ。まあ二郎のルールはよくわかんないけど、これが普通なのかしらね。店内の匂いは臭いって書いてあったけど、そんな気にならなかったわ。多分口コミに臭いって書いた人の時は、まあ脇側の人がいたんじゃないかしらね。与田さんもそうですし、あとご主人がいる。うわ、水やばいわこれ、超ぬるいわ。これは口コミにあった通りね、絶対機械故障してるから、まあ、早急に修理するべきだわ。私は怖くて言えないけど、勇気ある客は店員に言ってあげてほしいわ。お待たせしました、やりますか。はい、後からこのコールは良くないってことが分かりました。気をつけます。ちゃんと二郎のコールルール見てから入店すればよかったわ。なんか緊張してはいしか言えなかったわ。
はい、こちらが藤丸の二郎系ラーメンです。おー、卵が乗ってるわ。珍しいわね。割と嬉しいかもしれないわ。ちょっともやしがしなしなすぎる気もするけど、まあいいわ。でも見た目はよく見る二郎ラーメンと変わりない気がするわ。いただきます。まあ食べた感じは普通に美味しい気がするわ。そんな低評価にするレベルの味ではないと思ったけど、私が変わってるのかしらね。もやしはちょっとしなしなすぎるけど、酸っぱくはなかったわね。日によって味がダメな日があるのかしら。もうちょっと食べ進んでみます。別にまずくないわね。普通によくある二郎の味ね。というかこれの時はいって言ったおかげで味も濃すぎないで程よく食べれてる気がするわ。二郎って濃い店が多いじゃない。札幌の二郎ラーメンはかなり濃くて私には合わないなって思ったけど、これ私には食べやすくていいなって思ったわ。あ、でもね、店員の態度はちょっと気に障る感じだったわ。私が何かされたわけじゃないけど、他のお客さんが食券棚の上に置いたら、食券は棚の上に置かないでって書いてありますよね。って感じで高圧的な態度をとってたから、まあ、見てて不快ではあったわ。まあ、そんなの初めて来たら、まあ、どこに書いてるかよくわかんないし、まあ、普通に言えばよくねって思ったけど、なんで二郎ラーメンの店はどれもそんな感じなのかしらね。まあでも私が今回何かされたわけではないから、まあオッケー。はい、ごちそうさまでした。ごちそうさまです。またなんか、いやー、まずい店だと思って行ったけど、今回はまあ水と店員の態度以外は満足よ。態度はまあしょうがないとして、水だけはなんとかしてほしいわ。早く気づいてください。それだけでもお客さん結構増えると思うわ。そして私的な評価をつけると5段階中の 3.5 ってところかしら。まあ、総合的にこんな感じね。味は好みだったけどマイナスもあったからね。まあこれはやべえって感じにはなんなかったけど、まあ強いて言うならもうちょっともやし、元気な感じで提供してほしい気持ちはあるわ。でもまあなんといっても水をなんとかした方がいいわ。頑張ってください。じゃあせっかく新大久保に来てるんで、韓国と触れ合ってからこの地とおさらばしたいと思います。なしで野菜少なめで。お次の方どうぞ。今日は。
ごちそうさまでした。